建築のもともと「まあ、元々素形って「その形」っていうのを言ったのは17年前ですかねギャラリーまで展覧会をやった時にタイトルが必要で素形といいう言葉を使いましたでこのなぜその言葉を使ったかっていうと,、えー、とバブルの時に、まあ、とんでもない建物があちこちにできて、まあ、それがその建築家あるいは建築の作品性と。 ペアになってて語られてそういう状況に対して一石投じたいというふうに思って祖、えー、形というような形まあその形要するに我々がいろいろなものを考えていく大元になるようなものに向かって、えー、と自分の建物をもう一回組み立て直していくというのはあるんじゃないかというので一石を投じたつもりです今我々が向き合わなきゃいけないのは。 えっとそれがもっと拡大された要するにえっ、ー、と故郷の山や川や国土やえっ、ー、と町やそういうものも含めた僕らが僕らがですねあの、えー、まあ辛い時に立ち戻れるようなですねえっ、ー、とそういうようなイメージをみんなで考えなきゃいけないんじゃないかということでありますですからこのだこの作品集の一というのは どちらかというと測定形,形の方、その形の方に向かっていると一冊になっているというふうに思います。それからおそらく二冊目はそのその景色の方に向かうようなそういうようなものになっているとなるはずです。3.11以降ですね。あの自分の作品集を出すっていうことに対して。 多私のことっていうのを主張するっていうことに対して抵抗があったんですねでも自分のことを掘り下げてまとめることでお役に立てることもあるんじゃないかそれから私が建築家として世の中に何ができるかあるいは、えー、と若い諸君にどういう訴えかけをするかっていうようなことも 日本の未来に資するというふうに考えればこれも一つののやり方なのかなかといいううふうに思います建築の写真とその当時私が書いた文章の中から抜き出した言葉をですね写真の上にかぶせてまあ今までのメディアではやらなかったメッセージ性みたいなものを作り出そうというふうにしています。 この本の中でそれぞれの建物にまつわる文章を新たに書き下ろしました。で建築の作品論をやってもしょうがないのでできるだけその建て主のことを語りながら建物を説明するというやり方をしています。それは、うん、私が設計する中で 建物出来上がった建物っていうのは、えー、建て主要するに建てようというふうに考えた人たちとの共同作業でありまして、えー、その建て主の、まあ、持ってるニュアンスとか人柄とかっていうのは割と色濃くその都度現れているというふうに思っていますので、えー、読者の人にはですねぜひ読んでいただいてあこういう人とこう設計をしてこういうふうな感じの建物ができたのかと。 いいうようよなことが分かっていただけるような文章にしました。で、その文章とペアで、えー、とブロックプラン配置図ですね配置図を、えー、とプロジェクト1個につき、えー、描きました。でこれは、えー、と私自身が、まあ、久しぶりにこう手を動かして鉛筆で、えー、なぞって、えー、と図面を1枚作ろうというので書きましたけど。 あのどういうつもりでブロックプランを変えたかっていうと、えー、その土地要するに建物が建てられた場所の感じというのを思い出しながらこんな感じだったかなと,、えー、とこんな感じのところに建物が建っていたんだよなというような町、えー、を思い出したり自然を思い出したり地形を思い出したり、えー、その時のその場所の えっと光と影とあるいは風とそういうものを思い出しながらブロックプランをえっと鉛筆で書き上げました。それが各プロジェクトを一つずつえっとついています。いろいろなまあ言葉が散りばめられておりますので、ツイッターのつぶやきのようなえっと言葉が写真の上にかぶせられたりしますけれども、そういうのを自分があの改めて 10年以上の歳月を経て、えー、眺めてみるとあ今に役に立つようなこともぶ分言ってるなとですから私もあのこの第1冊目がまとまってですね、えー、と今建物を作っていく上でどこに足を置いたらいいのか何を落としてきたのか何を考えなきゃいけないのかということを私自身考えてる。 ようなな場所になっていますですから是非これをですね皆さんとあるいはできるだけ多くの方と共有したいといいとうに考えています私はどうあっても建築家であり続けたいので死ぬまで建築家であり続けたいと思ってまして私の主戦場は最後はその建築で建築の中にそれがどう映し込まれているのかということは絶対に外さないでいきたいというふうに思います。 もう一度だから私の足元を見つめ直して、えーまあ、自分は一体建築で何ができたのかとあるいは何をやろうとしているのかということを考えるいい機会になったというふうに思います。